日本の食品を扱う会社の内部が、こんなにも衛生面が終わっているっていうのを告発したいところですか果物を輸入して保管している倉庫などがカビだらけで、果物を積む積み場みたいなところに、うん、腐った果物が放置しちゃったりで、合間に1時間休憩は2、3回ぐらいはあるんですけど、長い日だと36時間ぐらい働いたり。えー フォークリフトで下ろしたりしてるんですけど結構それ動かすときにカビがすごい散るえ、これなにこれパダれてるのこれそうですねカビが影響でってことこれ結構パイナップル本体もカビ吐いていたりもしもしお疲れ様です去年の年末まで食品輸入会社に働いてたんですね、はい、主に果物とか取り扱ってたんですけど果物を 輸入ししてて保管している倉庫などがカビだらけではい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 でその上トラックにその果物を積んで全国に出荷しているんですけど、まあ、そこのトラックに果物を積む積み場みたいなところに腐った果物が放置しちゃったり、うん、フォークリフトに引かれたネズミの死骸が放置しちゃったり、まあ、結構ひどい状況なんです、ね、現場がもう衛生面が終わってるってことですか そうですね簡単に言えばそんな感じです。えでもやめてるんですよね、もう。8ヶ月ほど前にやめてますね。やめていて、やめたにまに、まあ、今、日本のこういう、まあ、食品を扱う会社の内部が、こんなにも衛生面が終わっているっていうのを告発したいってことですか、はい、そういうことですね。わかりました。じゃあちょっと1枚ずつ画像を見ていきますね、なんか大量に送られてるんで。と、まずこれはなんですかね。このななんか伝票みたいな とか出勤の時間が書いてあるのか労働時間の方で船が週に海,海外から到着するんですけどこのやつだと6日の朝11時55分から次の日7日の13時6分までは通しで仕事なんですよね<え>で合間に1時間休憩が23回ぐらいはあるんですけど、うん、特にまとまった仮眠時間とかはなくっていう感じですね、うん、こんなに働かされるんや そうですね長い日だと36時間ぐらい働いたり、えー、問題ないわけないよね問題だよね一応なんか社員さんによると、うん、老基には引っかかってないらしいんですよねなんで休憩時間がいっぱいあるってこと これなんか1時間に1回1時間休憩入れとけばいいよみたいな8時間に1回1時間休憩入れとけば問題ない,い、ね、そうなのまあ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 そうなんかなじゃあ知らんけどそこはこれカビ、はい、ですかこれそうですね苔みたいなこ,写真これは何どこどこの部分ですか、はい、これはこの写真はそこはパイナップルの倉庫になってるんですけどパイナップル倉庫はいはいその緑色のパレットの中にパイナップルが入ってるんですよねはいはいはいこの中にパイナップルが入ってるんや そうですねで上と下で2段になっていてその枠っていうんですけどその鉄のやつをつけて上にもう1パレット置くっていう感じになっていて、うん、はい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 で内側がカビだらけになってるってことかそうですねで人力でその鉄の塊を動かしてフォークリフトでエレベーターで下ろしたりしてるんですけど結構それを動かす時にカビがすごい散ってる,ってるってってうのねそうですね、うんうん、はい で結構パイナップル本体もカビ入っていたりえそれは商品としてどうなんだ多分加工用とかに回されてると思うんですけどカビ<ー>そういうことかまあパイナップルの表面硬いからカビ、はい、だらけでも別に中身大丈夫だろうみたいなそんな感じだと思いますねうわっえっこれなな何これ,れ,てるのこれそうです、ね、カうわーまあでもどうなんだろうでも中身には影響ないのかこれカビ どうなんですかねこういうのがもうずっと売られてるってこと売られてたってことそうですね。廃棄しないんだ。廃棄に回してる分もあるんですけど、結構汁が出てたり、もうべちゃべちゃのパイナップルは廃棄しちゃったりしてるんですけど。うんうん、ちょっと待って、なんか他の現場で働いてる人がこんなもんだよって言ってるけど。大体いい多分、どこの現場もこんなもんになってると思います。<laughs> じゃあまあ普通ってことですか、これ。おそらく輸入してる会社は多分全部が全部じゃないと思うんですけど。 大体こんなもんっていう話はなんとなくで聞いてますね。ってことはじゃあ問題ないってことですかね。そうなんですかね。でもやっぱり海外から輸入したパイナップルは防腐剤とか巻いてるんですけど、防腐剤巻く前のパイナップルの方がやっぱり美味しいですね。いや,いやまあまあそ、そうだろうけど。そうですね。パイナップル入れてる箱とかも結構こんな感じで、カビだらけだったりしてますね。うん、まあしょうがないってこんもんんかもしれんね。 こんなもんって言われたらまあ見たくなかった現実だけどこんなもんかみたいなだからフォアグラを作る過程がめっちゃ残酷なのと一緒で見たくないけどまあ売ってるしなっていうそうですよね、まあてなると うまあ、こうカビだらけでもしょうがないのかなじゃあ <laughs> これこれはじゃあ食えんのかよってまあでも正直わかんないよね例えば俺が今まで食ってきたパインもこの環境下でやられてたんだとしても別になんか味なんか変だなみたいな感じたことないしなそうですねだって他の人が、はい、自分の工場も食品が通るラインの上はカビてますよだって B 級品というんですが B 級品の扱いはこんなもんですよっていう。 きれいな場所でやられてるものは、えー、特級品で紙など生えていない B 級品 <laughs> つまりやっぱ安いものっていうのはこういう環境下で作業されているってことか、はい、やっぱりどこもそんな感じですよねまあじゃないだよやっぱりもうそういうもんなんやろきれいなとこでやれって思うけど まあでもよく考えたらさこうファミレスのコップとかもさ拭いたらめっちゃ汚れ,取れ,汚れがつくやんおしぼりにだからまあ正直ファミレスのコップも汚いけどみんなごくごく飲んでるしね気にしない人は気にしないっすよねまあそういうことなんやろうな気にしない人は気にしないということなんですかねこれちなみにその当時なんかじょ上司とかに言わなかったんです「ななんでこんな汚いところでやってるんですか?」みたいなだ「大丈夫なんですかね?」とか言って。 いやーもうずっとこうだよっていう話は <laughs> はい <laughs> だってみんなもうずっとこうまあ、なので嫌な人は高級フルーツを食べてくださいそうですねそれが一番ですね、うん、俺もでもこの間スーパーのカットパイン食ったけどもう普通に全然美味しいからな、はい、ま知りたくなかったね普通に多分これはどこの食品扱うところでも同じだと思う、はい、まあそうですねそこまで手回んないですよね、うん、ということで知った <laughs> これってでも保健所とかに通報してどうなるかだよね、保健所に通報して、いや、これはさすがに汚すぎるわってなって、指導が入るのか、何を言うてんだ、チミは,、はい、はって、こんなのはもう普通だよって、こんなことで一時我々われわれ、読むんじゃないよ、チミはって言われるのかっていう、まあそうですね、でも結構、この果物の出荷元っていうんですかね、はい、バナナだったら、まあ、ある程度スーパーとかに置いてあるブランド名とかがあると思うんですけど。はい そういう大本が見に来たりもしてるんですけど、特に何も言ってるイメージとか記憶はないですね。じゃあ保健所が OK 出してるならガチで問題なくねそうなっちゃうけど。ちなみにこれは何の写真ですかあそれは腐ってるみかんが か放置されてる、はい、腐ってるみかんが放置されている現場まあそうですねここでトラックに積み込んだりしてますねまあでもまあこれ、まあ、放置するだろうこれぐらいも忙しいしそうですよね,ね一応あそのみかんアップさ,されてる写真も送らせていただいたんですああハエだらけまあそれはハエもたかるわなわ <laughs> かりました <laughs> なるほどね <laughs>、はい、なんかこういう現場が多いんだねじゃあね ありがとうございます情報の方ありがとうございますはいはいどうもですいやこれ正義感ある方じゃないですか本当にこんな汚えとこでねお客様に出すフルーツが許されるのかとそういう思いでねここに上がったけど思いのほか、まあ、こんなもんやでって <laughs> <laughs> もしかしたら今のねこの不景気な世の中がこのカビと比例してるのかもしれませんね